シャイねんね。めっちゃシャイね。確かに目が合わないですよ。そう。いてない。すいませんでした。一番怖いやったことはやばい。目が合わないですよ。そう。目が合わない。合わなかった。今全然あれだけど、はい。確かに俺もケイトかもしれないですね。あんまりこうコミュニケーション取るの苦手なのかなみたいな最初思ってて、だけど稽古がこう進んでいくうちにニコニコしてきたし、はい、だからそうですね。シャイなんですね。多分ね。めっちゃシャイ。心開くまで短い時間かかる。そこから早いです。最初喋った記憶があんまりない。いや、違いです。今もめっちゃ今もね。ね、はい。本当になんかよろしくお願いします。逆にケイト、ダメだ。いや、俺もケイトですよね。うん、あ、俺がダメだ。あ、ケイト。俺聞いてない。すいませんでした。どんくんなんだろうな。でも、高いさ。俺あ、本当。最初は身長も高いですし、大人なので。怖いなって一番、一番なんか一番優しい優しいし、いただけるそういうので、印象が変わった。今、こういうやつ、ケンタさん。ああ最初、本当怖くてどうやって仲良くなろうと思ったんですけど、ちょうど、稽古始まってから誕生日だったんですよ。そうね。その時に、みんなで祝ったりとかですごい、なんか、その時に見せてくれた笑顔が優しかったんで、そこからもう話しかけやすくなって、はい、もう怖くないです。とにかく激しい舞台なんで、怪我なくということも目標ですし、あと、いろんなエンターテインメントが詰まっている作品になっているので、お客さん自体の目が足りなくなるかなと思うぐらいの作品なので、それを精一杯やれることをやって全力出していきたいなと思っております。はい、そうですね。このキャストのみんなと、そしてスタッフさんと、そして見に来てくださるお客さんがいらっしゃいますので、その方に、僕らも楽しむ、その楽しむ姿を見て楽しんでいただくみたいなことを、一生懸命やっていきたいですし、やっぱりケイトをはじめ最後までそうですね、全力で頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、この会場自体すごい希望と映像などありますけど、それに負けないぐらいの僕らの身体表現、が詰まってる作品なので、この作品は生で見に来て足を運んでもらって感じてほしいなと思います。はい、はい、そうですね。本当にこの舞台は熱量がすごい舞台だなって思っているので、ダンスの熱量だったりお芝居の熱量もすごい皆さんに届くと思いますので、そこは楽しんでいただきつつも、客席も360度で回ったりするので、そういう新しい感覚の舞台になってますので、ぜひそこは楽しんで僕たちのエンターテインメントを届けられたらなと思います。ありがとうございます。